いやー、やっぱり映画は映画館だよな。賛成なのです。迫力が違うのです。そうそう、それに音もな。大迫力のサラウンド、これは家じゃ不可能だ。あ、やたら自然に話に入ってくるやつがいると思ったらエルシーじゃねえか。それはこっちのセリフなのです。なんでベロニカがここにいるのですか。ここは映画館だ。映画見るために決まってんだろ。エルシーもです。ああ、せっかく黒服たちも置いて一人で邪魔されずに趣味のヒーロー映画を堪能しようと思ってたのに。何？お前もこれ見に来たのか。お前はシアターにのキッズ向けの映画でも見とけよ。エルシーはこのヒーロー映画のシリーズは全部見ているのです。ちなみに席はどこなのです。うわあ、席が隣なのです。まさかストーカーですか。私は予約受付開始直後に予約してんだよ。お前が真似したんだろ。甘い甘い。エルシーなんかパパに頼んで予約開始前に席を取ってもらったのです。本当かよ、怪しいな。どうせにわかなんじゃ。エルシー、その缶バッジ。気づきましたか。このシリーズ第一作目の映画館限定グッズです。へえ、どうやらにわかじゃねえようだな。だけど私も負けないぜ。これ見ろよ。それは限定カバーの原作コミック、しかもサイン入り。どうだ、すげえだろ。認めるしかないようです。本物のファンだと。ああ、お互いにな。お前とアビスメアで出会って以来初めて友達になれそうな気がしてるよ。エルシーもそう思うのです。今までの非礼を詫びるのです。そろそろ上映時間だな。席に行こうか、相棒。ええ、お互い全力で楽しむのです。映画最高だったな。完全同意なのです。エルシーも大満足でした。ただん？ベロニカ、普通にヒーロー側を応援してたのです。当たり前だろ、エルシーはヴィランを応援してたのかよ。エルシーはシリーズ1作目からずっとヴィラン推しなのです。普段あれだけ悪ぶってるくせにヒーローに憧れるとかありえないのです。ヒーローに憧れるなんて当たり前だろ。お前ひねくれすぎなんだよバーカ。結局ベロニカは全然わかってない。ヴィランのかっこよさがこの映画の肝なのです。はあ、中学生みたいなひねくれ方しやがって。ガキだな、エルシーはガキ、ガキ。エルシーがガキ？どっちがなのです？ベロニカ、キスシーンで赤くなってましたよね。エルシー、見逃しませんでしたよ。バカ言うな！あんなキスなんて、私にとっては挨拶代わりだぜ。へえ、そうですか。じゃあ、エルシーとも挨拶しましょうか。何言ってんだお前。はい、挨拶をどうぞ。バカ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 、ふざけんなって。あらら、挨拶くらいいくらでもできますよね、経験豊富なベロニカさん。挨拶なんかする必要ねえし、ずっと横にいたじゃねえか。あらららら、ら変ですね。どうして顔が真っ赤なんですか？うるせえ変態ハレッジ娘、変態。人をガキ呼ばわりして、ガキはそっちじゃないですか。子供じみた悪口はやめるのです。
皆さん、ここに変態フレッチ娘がいますよ。気をつけろ変態だ。みんな逃げろ。ちょっと、本当にやめるのです。人聞きが悪すぎなのです。逃げるな。待て。僕の配信は宇宙一面白いよ。よかったらチャンネル登録よろしくね。